ビーグル。はい、こんにちは。はい、こんばんにちは、ケビンです。そして、はい、いませんね、今日いませんね。はい、古田津は今日いないですけど、古田津はなんか用事があるね、用事っていうか、まあその別のあれがあって忙しいんで来れないって感じですね。はい、今日はね、松本国際との2対2のバッカタックゲームの振り返りをやっていきます。うん、で、まあ2人が出てたんで、まあ2人でね、もう振り返りもやっちゃおうかなっていうことで、見ていきますか。見ていきますか。でもね、この試合はね、もう早速行こうよ、とりあえず。行ってから話すよ。そうやね。うん、もう本編行って。じゃあ行きまーす。はい。はい、じゃあ始まりました。うん、この試合はね、まあもう見てくれてる人が多いと思うんで、もう、結果は知ってる程度話すんですけど、負けましたね。負けましたね。ケビン小田高チームで2対2、初めて負けたね。うん、ね。まあ、そうね、まあもちろん松国2人めっちゃ強かった。俺は戦う前からね、この2人は多分相当厄介な選手やろうなーって思ったけど、もうオープニングの時から言ったもん。そうそうそう、2人ともねマジうまいよ。うんうん、もうだけだいたいさ、俺らさ戦に行く時さ、この子がまあ2対2出るやろうなっていうのは予測するやん。うん、だけうわ多分厄介な2人やろうなーって思ったら、まあ、案の定うまかったね。うまかったね、ミスなかったこの2人は本当に思ったね。まあそれもあったけど、うん、まあ俺らの今回はこの負けるパターンっていうのが分かったね。分かったね、本当に初めて負けたけだけ、うん、こういう感じやったら、まあこの流れで進めば俺らは負けるんやなっていう、うん、負けるっていうか、でもこの場でしょったら、うん、全然多分どこにも勝てる、勝てなかったと思う。まあ負けパターンが見えたけ、まあまあ、まあやるべきことは分かったって感じです。収穫はまああるっちゃある、うん、ただの負けじゃないってことで、うん、まあいろんなね気になるところとかあったら止めてね、そのプレーの解説をね主に今日やっていくんで、そういう感じでやっていきますか。はい、よろしくお願いします。おぉ、うん、レシーブいいね、上げてきよったね、めっちゃ、うん、拾って拾って拾いまくって最後ぶち込んでくるっていうのがこの四国のアドバイスだったね。うん、お腹いいことある。はい、ストップ。はい、まあ、このね、ラリーはね、取れたの、大きかったね。うんうんうん。だけど、でも、今、ラリーめっちゃ長かったやん。うん、で、近藤くんもね、一本目スパイク、こう向いとって、こう打ってきたんやけど、うん、あんなもうまいよ。うん、俺、あっこ打たれてたら、取れてないけど、うん、ギリギリネットに当たっとけ、繋がっとって感じ。はいはい。で、俺も逆に、近藤くんが中に入っとってのが分かってけ、返すって感じ。やり返すってこと？やり返したっていうか、わざとやらないよ。その状況によって、こうパターンになって中に入ってきとっていうのが流れで分かってけ、最後こうヒットしたって感じだね。もう見えとけよ、お前。そうそう、俺見えるよ。トスがいいとしっかり見えるって感じだね。まあでもトスってやっぱ2対2すげえ大事よね。まあ大事やね。うん。俺ら特に身長、高さがあるわけじゃないけどさ、ナイストスじゃないとね、打ちこなせんけね。うわ、サーブいい！あそこにめっちゃ打ってくるんよ。やばいよね。うん。二人ともしかも、おー、いいやん。よかったよかった。あの攻撃いいね。うん、あの攻撃っていうか、コース打ちね。うん。お前解説戦でいいぞ。いや、まあいいから。レシーブからの。うん。おー、いいね。結構ね、徳留君ストレートにね、今大会、この試合か。今大会この試合ね、多いイメージだったんやけどね。うん、俺も結構入っとったんよ。うん、うん。それでも拾えんかったね、なかなか。いや、強いもんね。うん、強かった。なんかね、出足から俺らあんま良くないよね、もうこの時。うん、やっぱコメント欄とかでも来とったけど、サーブミスめっちゃ多いですね。うん、サーブミスだって俺が4本とケビンが3本、7本ぐらいしておけね。うん、お、あげるよ、あげるんやけどね、やっぱ攻められて攻められて。これのお前の開き方悪いやろ、絶対こっちに開かないんやと思うね。うん、もっと待たない気がする。甘えすぎるか。うん、こういうのね、こういうのがね、持ってないね。うわぁ、打ち込んでくるね。すごい、これはやばいね。うん、これ超高校級ですね。いやもう、俺多分動画でさ、何回も言ってるけど、多分今年ね、徳富くんマジブレイクするんよ。いや、マジでマジで。先見の明ってやつ。うん。いや、それぐらいの能力があるってか、もうプレイによって分かるやん。うん、うまいって。で、コースさ、こうやって打つ方が、なんていうの、楽やけど、こう。なんていうの、幅が少ないのもの一応やん。うんうんうん、だけどあれってやっぱ結構高さとか、うん、もう打ちこなしとかんとかこう打てんけ、しかもあのキワキワに打ってきようやん。うん、で正面に打ったらお前が何本か今2本ぐらい取っとけ、うん、さらにこう切ってくるっていうね、うん、すごいよ。いや、すごい徳留君は。やばいね。てかこの松国に来る前まで俺さ、ここまでいい選手って思ってなかったやん。あ、そうなん。
なんか YouTube とかで見とったけど、うん、そんなに器用じゃないんかなみたいな。いや、トクトメ君はどう見ても俺器用やなと思って。 YouTube で見た感じで 俺はそうも分かったよね、うん、なんか高いし打ち込む選手なんかなって、うん、そしたら普通に器用やった。めっちゃそうやね、うん、いや松子倉選手はそのトクトメ君に限らず近藤君もめっちゃみんな器用なんや。うん、あーおーこれなんで、なんですかこれ。多分あれよねお前のボールよね。まあ俺のボールやね。こう俺が言っとったらうわーってなったよね。そうそう、ちょっとさこう曲がってきよう感じがしたい、うん、こう回転こっち向きやったけどさ、あ、おだこの方に全部曲がっていくんやかなと思ったら全部曲がっていく綺麗にね。そしたらね意外とストレートやった。あ、そうやね、うん、まあね、こういうまあこういうミスは2対2でさ守備範囲が広いけあるけど、うん、まあまあその度のあれね、コミュニケーションしっかり取らんといけんってことやね。そうやね。今回はね、あのめっちゃね細かいミスが多かったね。あ、直接ミスには繋がってないけど、うん、トスミスでトスミスした結果スパイクいいのが打てんで相手から切り返されたりみたいな。そうそうそう、よかったね。そう、あのうまくこう試合の流れに乗れんかったって感じ、うんうん、だけどなんかメインの方でも、あ、メインっていうか2台に戦ったやつでも、うん、コメントあったけど2人なんか元気ないけ松国の練習があのきつかったんかなみたいな感じだったけど、ね、全然違う。そんなことじゃないよね。そうそう、やっぱバレーってさ、バレーまあ何でもそうやけど、うーやばやべんだよ時留くんやばいな、うん、まあだけど何でもそうやけどさ、あの楽しむためにはさ最低限できないけんことって絶対にあるやん。こういうことはやらないけん、こういうことはやらないけん、でもそういうのができんとやっぱ楽しめんけんね、何でも、うんうん、でそこの俺らは行ってなかったって感じで、そう、そこまで達してなかった。そうだけど流れに乗る前に変なミスとかしてしまって、あのいい感じになってきてたら変なミスって感じが続いて流れが悪かったって感じで、うんうん、本当にそう。ああ、しないですか。でこういう感じで結構俺らもさレシーブ繋いどやん、うん、でも最後のフィニッシュまで行ってないけ、でこうやってトスとかまでしっかり行くと綺麗に決まっとるね。まあそこの子たち可愛かったねめっちゃ可愛かったね、うん、そうそう、こう入れるサーブが伸びてしまったりしたよね。そう、もったいなかったな。で松子はこんな感じでどんどん打ってくるんよ。これアウトか。うん、アウトなんやけどさ、もうどんどん打ってくるんよね。だいいミスよね。そう、その攻めてさミスっとけ、うん、俺も今これ攻めとうけど、多分ね、うん、その前にミスっとうけ、状況を見らないけんね。ほら、徳富君とかその後にしっかりいいサーブ入れてきとうやん。すごい。あ、一応映画、また来た。かわいい。まだ乗り切れてない、4人組。元気やね、めっちゃ。マジでいいキャラよ。俺、松国ね、なんかこういうキャラって思わんかったけどさ、みんなめっちゃ元気で。いい子やったな。近藤くんはね、もうつなぎのプロって感じだよね、うん、近藤くんもマジうめえよ。うめえ、この子。はい、今のプレーね、うん、今のプレーあえて止めねえけど、うん、俺の得意なやつね、こうちょっとセンターに寄ってこう内側に打つと見せかけて一回体寄せてこっちに打つやつね、うんうん、で、あれ1本目のね、1点目の得点の時俺決まっとんよ、うんうん、で、徳富くんにあれ決まったんやけど2本目あれ上げてきたみたいな。まあだけどもう分かったんやろね。そう、分かって待っとんよ。で、結構キワキワに打っていいコースなんやけど上げてきとけ。で、そういうとこがこの2人のうまさよね、うん、ああいうレシーブで繋いでいく。で、多分2人とも上手い選手やけ、うん、1回やられとけどこういうことを2回目やってくるってもう分かったんよ、うん、だけど真っ当と。でもバレー分かっとうよね、2人は。本当にそう。で、あのスパイクもミスったけどさいいコースに打ってきとうやん。あっこ入ってきとったらちょっと厄介なとこやん。そういうのをね、しっかりしてきてね。だけどね、これはね松子はいいミスですよ。なんかだけさ、おぉ中学生みたいな。おい、なんよお前あのサーブ。すいません、前狙ってたって全然手に当たってなかった。前に狙ったってか、なんか打ちミスしてこれもねやったみたいな。そうそうそう、これも、もうこれこの時ね、うん、俺ふざけんなよってなったもん。あ、そう俺もトスミスったけど、うん、そのこっちにレシーブ行っとけしゃあないやん、うん、だからもう返すだけ返してくれよ。いや俺もさ、この徳留君の前に落としたかったよね、うん、そしたら手に当たってなかった。そうフェイントお前手に当たってないボフってなったやん。もうだけさ、こんなプレイ大きいんけんさ、なかなか、うん、もう本当に追い込まれとんよ、うん、この時点で気持ち的に。でお前もうマジ悪いみたいな言ったもんね、うん、押されとうけんさ、もうなんかいつものプレイ半分よね、マジで、うん、本当に終始追い込まれとったな。そうやね、まあメンタル的に感じやったね、その追い込まれとうって感じやったね、うん、そのプレイがどうこうってよりは。でもさ、そのコメントでもあったやつ疲れとうみたいなさ、うおマジでバケモンよ。なんかこのさ2対2でこんなスパイク打ってくるの、あの声だと松本くん以来みたいな感じするわ、うんうん、そうね、打ち込んでくる。しかもライトであの打ち方やんね、やばいよ、すごいな。そうでさ、コメントでさ、うん、あったけどさ、その疲れとうみたいな、お前はほんと疲れとそうな動きしとるよ、ね、
意外と疲弊されとったかもしれない。いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃないだろうけど、いや、まあ、この時お前体の動き超悪かったよ、まあね、だけどその2対2のさ始まる前にさスパイク打ちよったやん、うん、でこう俺見よったら分かるやんいつもの感じを、うん、したら体めっちゃ重そうやけんさ大丈夫なん大丈夫なんって俺何回も言ったやん。ああうまい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 。これね近藤くんうまいね。近藤くんさその徳留くんがさこんだけ派手なプレーするけんさ、うん、ちょっと隠れとうけどすごい立役者みたいな感じ。いやうまいよ。だってさ普通セッターじゃないトスってスパイカー打ちづらいんよ、うん、でも徳留くん普通に打ちようやん、うん、ってことはもう多分違和感なく打てようよ。そうやね。でなんでかって言ったら松国はさみんなそういう練習しとったやん。そうなん。あのセッターに限らず自分で取ってトス上げるみたいな練習しとったやん、うん、だけどもうそれみんな慣れとトス上げるのも慣れとるし、うん、あのそれを打つスパイカーもセッターじゃないトスを打つのも慣れとだけど2対2強い、うん、でこの打ち方もさちょっと待って打つよね。そう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 落ちかけにポロンって。そうだけどあれはねもう決められても仕方ないコースやね。あれはうまいよ。三部先生のおかげや。なんで三部先生がさ練習中もさ、うん、やるこの練習はこういう時のためにやるんだみたいなことをいちいちさ、うんうんうん、いちいちっていうか逐一説明していくけ、うん、選手でもそれ理解して練習できるやん、うん、古田も動画中に言ったけどなんでこれやってんだろうっていうのがないって、うん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 、考えながらやりようもんね、選手が全員強いよ、松国。あ、覚えたわ、これ小田子はこれ、吹かすかなんかするんやね。いや、その前に吹かしてネットかけるんか、うん、これ2本連続ミスと、うん、もう結構きついよ、気持ち的には、うん、押されとうよ、もうこの時。だけどこの時も、まあ俺も打ちこなせてないのあるけど、うん、トスもだいぶ割れとるね。あ、そうな、2本目も良くなかったんやね。うん、短くて前っていう、一番あの打ちづらいコース、うん、体めっちゃ重そうやね。そうもうだけ乗ってないよね気持ちが、うん、なんとかせないけんってのはあるんだけど、なんか初めての状況に追い込まれとけさこんな、うん、でも気持ちだけでは体動かんってことですよ、ね、お前体が熱くなってきたけどもういけるって言って全然飛んでねえけど試合になったら気持ちはめっちゃ良かったけど、ね、振り切った、ね、振り切った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 ね好きやわさあさあ結構レシーブ上げようね。いや俺らはレシーブ上げとんよ今回、うん、けど決めれてない。最後のフィニッシュまで持っていけてないよね。そう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 、これウィー入ってくる。ここでワンチャン追いつけそうやったね。そう2点差やけんね、ワンチャンあると思ったんやけどこの後ミスするよね。でもこの流れの時ってね難しいけどね、もうずっと先行されとうやん、うん、流れ的に、うんうん、それでね追いつくってすごい、ね、決めてくれ よ、 そうなんよ。こういうところでやっぱね決めれんかったのが今回、ね、そうしかもこれもミスるよ。あこれね、うん、こんなんやったら俺マジ怒るけどね。もう今度俺怒ってるよ。なんでチャンスもう雑でなんて、ね、うんうん、雑にした結果納豆やん。ああいう、まあ、そうや、その難しいボールじゃないけんさ体を動かしてさポイってやればさ帰るボールがああなっとけね。ああこれでね、うん、これ近藤くんいいね、うん、その前にさストレート打ってミス取ってん、うんうん、それでまたあっこ打ってくるっていうね、うん、すごくない。なんかさ2人ともあのコースさしっかり打ってくるけど練習したんやろね。ガッチそうやない。だって松国あのサーブ練習の時イメトレとかやって言ってん。でもさそのメンタル的にすごいのがさ1回あっこのストレートさミス取ってさなんて奥のアウトになったらさ次打つのさまたアウトになるせいで嫌やん。ちょっと嫌やね。でもう1回打ってくるっていうね。でここさワンチャンだけ19-16やん、うん、で俺らがもしミス取ったらさ向こうがね19-17やん。だけどまだ全然あるやん。そこで打ってくるっていうね。もうこれで、ね、ほら俺今もうハッてやったけどもう負けを確信したタイミングやったもん、うん、まあ余裕があったよな向こうも、うん、いやでも結構勝負してるよ、うん、その勝負せんでもいい感じやん、うん、バーバーバーでね大きく打ってきたもんね明らかにこれねもう仕方ないけど思いっきり打ったやつね、うん、おいあ止めるんや。そうよこの時は、うん、もうあの攻めました、うん、分かるよ、うん、でこの時にケビンがすごい俺不満やったけど、うん、もう4点差やったやん時攻めるよって言ったらなんかまあうんって感じだよ。いやいやうんってかえ攻めるんけどもういいよみたいなこいつ表情しとってちげえやろと思ってもう攻めるしかねえけどさ、うん、もっとその俺はだけさもっと振り立たせてほしかった。そうそうそう振り立たせてほしかったけどお前があの
まあ俺は攻めんけど、うん、まあ、お前が攻めるって言ったらいいよみたいな、うん、うんって言ってきたね。いやだけど 俺はさ、うん、その俺的な心境は、うん、こいつここで攻めるんやっていう。いやそうよ、だってもう4点差よ、うん、だけど、いやだけどすげえなっていう感じ、うん、だけどいいよ、お前やったらいいよって感じのもっと奮い立たせてくれよお前って俺は思いよった。乗せてほしかったよ、ね、そうで1本目入ったけどやったやったやったってなっていけるいけるいけるってなってミス。もう一決めてほしかったけど、しゃあないな。はい。はい。あ、なんかでも展開早かったね。うん。まあこういう感じでね、うん、負けましたね。そうだね。まあ今回は完全な負けパターンとしては、うん、その細かいミス、うん、このプレーでは、まあ今解説したけ、こういうミスがダメっていうのは分かったと思うけど、あの目に見えんプレーやね、直接失点につながらんプレーをよくしよって、うん、あの1本目のつなぎとか2本目のトスのつなぎ、うん、してまああとはサーブミスやね。サーブじゃない、もうめちゃくちゃ今回は、まあ、うん、今回はね、でもね3ミス多かったんやけど、しっかりテーマ持っとって、うん、あのもうサーブ攻めた方が2対2で強いけ、ね、サーブをもう攻めよって話しとったよ、うんうん、だけど本当は俺多分いつもやったらああいう感じでずっとジャンサー打ったんやだけど、わざと打って、うん、そのメンタル的にもきつかったけど、こういう勝負もせないけんなと思って、まあそうやろ、そうだけずっと打ってみた、うんうん、まあだけ次回以降の試合はまたね、あの2人で話し合っておけ、そうそう、まあ違う状況になると思うんでね、うん、そこら辺は楽しみにしてもらえればと思っております。まあまあしゃあないわな、こういうこともあると、うん、まあもちろん松国がマジ普通に強かったけそれはある、うん、次やってもどうなるかわからんけど、わからん、はい、ということでね、うん、松国の皆さん、うん、そろそろねインターハイが始まると思うんで、はい、頑張ってください。頑張って、頑張ってください、うん、応援してます、はい、応援してます、はい、ということでね、今日の動画がね参考になったぜひ高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてまあ、このメサルだったり、この B 級バレーボールクラブっていう方でバレーをガチで教える方とかでね、よく話したりしてるんで、概要欄に通覧してます、ぜひチェックしてください。チェック。ということで今日は終了します。せーの、B 級。